こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアワー始めていきたいと思います。今回は9位函館ペンタゴンですね。もう何としても勝たなきゃいけません。 S が森尾が結構気をつけないといけないよね。ネルースと弥生は休んでます。ちょっとこれはホッとする要素ですね。イリカを代わりにユーナを投入。ロカを代わりにヒラリを投入。サヤと入れ替えます。さあ、これで試合開始しましょう。試合開始です。こちらの勝率の方がやっぱり高いですね。相手は函館ステアスタジアムホームになります。どうだ？さあ、ここから夏木が待機していた。うまい。緑、先取点、幸先のいい先取点。お、藤森ファールですね。これは危ない。おっと、相手の成島にレッドカード。かなり悪質な犯行ってことですね。これで相手は1に1人減りましたので大きくチャンスになります。夏木飛び込めない。さあ、ゴール前。ちょっとゴール前飛び込むには足りなかった。ノンホイッスル。さあ、前半終了まであとわずかです。ファールか。さあ、押しはプーンと夏希の正面でよかった。萌え、どんどん時間がない。さよ。おお、超えた。超えられた。前半終了です。今ですね、追加点をエリカが上げてくれました。2対0。わずかだったんだが。さあ、具志堅。うん、うまく返す。まだピンチは続く。おっと、弾いてしまって相手のコーナーキックになります。おっと、
コキーパーがあっと同点じゃない1点差か。2点目取っててよかった。キーパーが流れました。大島互いに決められてしまいます。さあエリカが3点目をシュートで決めてくれましたよ。おー、ファール。残り20分です。おっと間の前に、危ない危ない。さあ幸子がそのまま持っていってシュート決めるのか。そうはいきません。さあ逆にピンチだ。こちらにもいますかね。萌がセンタリング。牛健、夏木横飛び。さあ時間がない。幸子1対1、4点目。いいですね、すごい攻撃力。萌から幸子に渡った。ちょっともう完全に守備が、相手の守備が動けなくなっている感じです。さあ残り5分です。ゴール前、試合終了です。早くも先取点、緑が決めました。前半7分幸先のいいスタートを切りました。さあ前半11分、スポーツ的行為。何が起こったのか。追加点はクランカリバーズでした。ワンツーうまい。翻弄されます。エリカのとこ行ったのが良かった。さあこれコーナーキックを決められてしまいます。ちょっと流れたとこ互いに決められてしまいます。焦って取りに行ったんですよね。なので前へちょっと踏み出してしまった。だからそのすぐ後に田中エリカのヘディング、七子が上げて、カナがヘディングをしっかりしたヘディングです。さあ4点目です。萌から幸子、もう一気にもうかけるだけ。落ち着いてきました。試合終了です。クランカリバス4対1で勝利です。期待は8ついただきましたね。4対1クランカリバーズを勝利です。はい、というわけで2位をキープいたしましたクランカリバーズ。
首位のリバス大阪とは9点。試合数は残り3つなので、2つか。次が、最後の試合ですね。なので、首位はもう絶望的。2位を確保できるか。出会えますからね、カップ戦に。武蔵の方ね、疲れは溜まってるがやっぱり強いっていうとこでしょうかね。はい、しっかり、勝つことができましたね。ということで次回は準々決勝ですね。武蔵野放熱戦、ここもしっかり、勝っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ぜひ応援のためにチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。というわけでご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。カルチョビートはお届けいたしました。